10時です。あっぱれやってます。よろこ浜口です。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。ラルクアンシェール哲也です。シンプルに明けましておめでとうございます。 NMB48 の山本さやかです。あーそうですよ、2日ですよ。本当に、ねえ、新年早々からすみません、有野さんとダリオお休みでございますけどあれ、また、まあ、家族サービスですかね、有野はね、いろいろありますよ出るのに。ダリオはグラビアの撮影でしょうか。ね、お資料出しているんでしょう。お尻出してる今日はリーナちゃんも来てないし、リーナちゃんもそうですね、ミルルもいない。いや、ミルルええやん。サイリオンでいいから。とりあえず人数がやっぱ少ないよね。女子も一人だし、な、変態トークになったらな。そうですよ、ま、困ったもんね。的になるもんね。集中攻撃です。2日ですよもう。ねえ、2017年、うん、鳥年でしたね。あ、年女です。そう、そうか、そうか、24歳そうの年ですね。鳥、うん、鳥俺も鳥。本当ですか。一周ぐらい違うんですか。わー、一回り、一回りで済むかな。二回りですか。二回り、二回りじゃない。ええー、マジっすか。へえ、哲也さんってそこなんだ。そこ確かに、もうちょっと若い。俺1個したらと、あ、その1個したっていうか、違う、一回りしたっていうか、そのさっき言ってた、だから来年の一回り上ぐらいと思ってたんですよ、うん、ぐらい若々しいですよね。でも一回り上で行くと俺らより年下だな。いやでもその可能性あるかなと思った。だから若い時から活躍させて。そうそう、なるほどね、その可能性もあるよね。年女、年男なんですよ。わー、ね、すごいラジオやな。年女、年男ってなんかあるんですか。なんでしょう。なんか勢いあるみたいなことなんかな。勢いあるのかな。勢いはあるでしょ、間違いない。お二人はね、絶対勢いあるよ。年女、年男じゃなくても勢いあるでしょ。鳥年あるある教えてよ。鳥年あるある。鳥年の人はこうなる。何ですかね。なんか、なんか世話しいとか、ピーチクパーチク言っちゃう人が多い。すぐついばむとか。なんか豆ばっかり食べる。可愛いですけど。なんかでもいつもえと言う時とかになんか弱いなと思います、うん、鳥、うん、なんかそう迫力がないなって思います。ネズミも大概やで俺。いや恥ずかしい。俺ネズミだけは嫌。俺も嫌だな、ネズミ。ちょっとずれたイノシシやったのに。うわ、ネズミ。いやでも ネズミが1位っていうことですからね、あの話は。まあね、そうかい、うん、そうですよ、牛の背中にずっと乗ってて、もう楽しとるやん。あーでも俺そういうとこあるわ、楽するわ。あうん、牛の背中とか好きやわ。実際に牛みたいなヒロ君と一緒に歩いてるいつも。確かに俺らはもうタツノさんで、タツええな、かっこいい、かっこいい、一番かっこいいんですよ、タツ。トラとかもええやん。一番、ね、トラもかっこいいですよね。タツが一番いいね。タツはやっぱね、その架空の生き物だから急に架空のやつが入ってる。そう、俺さらに動物占いもペガサスなの、うん、架空、架空なの。架空にもなんか架空の生き物っぽいもんね。そうそう、架空の生き物、架空の妖怪っぽいもん、ね、そう、そんな感じになってるでしょ結局。あ、影響受けて、ほんまやな、架空っぽいね。だから鳥っぽくなってんじゃないの。うん、結構2人ともアーティストみたいな、2人とも歌うじゃん、歌うことが職業じゃん。ああ、うん、確かに綺麗な声でさ、泣く、泣くんだ、そうか、鶏みたいじゃない。え、ちゃうの、鶏みたいに泣くじゃん。ちょっと違うんじゃないですか。違うか、ウグイスのようなね。ウグイスのサイズ、ウグイス嬢だもんね。ウグイス嬢とまた違うよ。ウグイス嬢ではないでしょ。オーバーって言ってないじゃん、サヤネは。うん、でもそういうことですよ。だから結局影響受けちゃってるね、江藤の。ああ、2人とも歌うし、そんなとこあるのかな。あると思いますよ、どっかそういう部分が、うん、なるほどね。うん、初詣もね行かなきゃな俺。毎年浅草寺に行ってるんだよ。行ってんの、はい、おみくじとか引くんですか。引きますね。でも俺一人で行くんですよいつも。へえ。一人で初詣行ったら信じられないと思いますけど10分ぐらいで終わっちゃうんですよね。そうなの。もうだってダダダダッつって言って、パッて言って、こうパッパッてやって、ダダダダッて帰った。
声で浅草寺。そうか、イカとか食わんでええねん。そう、みんながこうすり抜けられないようなところをスーッてスー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 ッてって言って、だって大人数で行くとやっぱ横で歩いて行きたいでしょ。そうね、そうなるとこう詰まるんですよ、あの中見世通りとか。あ、うん、それやったらさささささ一人だったらスッ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 って言ってもうおみくじ行って。でもそれが醍醐味なんじゃないんですか。なんかみんなで行くな、言ったら行くでしょ、うん、だって行く人いないの、うん、クールポコと言ってたじゃん。あ、昔ね、うん、クールポコも家族できちゃったしさ。あ、俺もう一人でで浅草寺の一番でっかいとこあるでしょ、うん、そこの右に一個あるんですよ、トイレ、大きいちょ、まあ中ぐらいのいトイレじゃないよ中ぐらいのなんか、うん、神社寺かなんか、うん、へえ、そんなあるの。俺はそのさらに右にもっと、ま、のかもっとちっちゃい、うん、とこがあって。トイレやよ。いやいや、トイレじゃないそこは悲観稲荷って言ってね、うん、悲観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 稲荷って言って、なんなん、出世の効能がある、うん、効能、温泉みたいな、温泉みたいに言うなよとこなんですよ、ちっちゃいですけど、ねうん、で、俺テレビ出れなかった時に、うん、ビビる大木さんが、うん、そこは本当に出世の芸能のとかにも聞くようなとこだからって言った次の年にテレビ出るようになった。すげえじゃん。でそのクールポコもそこ行った次の年にテレビ出るようになったし、ザブングルの加藤さんもそこ行って次の年に出る。へえ。でビビる大木さんもそこ行って出れるようになったからって言って後輩連れてってくれるようになった。へえ。めちゃくちゃ効果があるところ。でも松竹も連れてくわ。名前になってへんばっかりやから。ワンワンニャンニャン、ワンワンニャンニャンとかやめて、それが崩れるから伝説が。それパワフルコンビーフとか。いやいやいや、オキャダでした。オキャダ、オキャディ、オキャディ何オキャダ、オキャダさんだ、岡田さんだろ、岡田さんの別名じゃないか。それオキャディ、オキャディ、オキャディ、オキャディ連れてってほしいわ。オキャディが売れたらまあ本物だろうね。そうやろ、そこが、うん、おすすめなんて言ってみてください。もう小さいお堂なんですけど、うん、なんて言いましたっけ。悲観稲荷、悲観稲荷、悲観っていうのは昔の言葉で出世みたいなことらしいんですけど、だ後輩とか連れて行ったんちゃう。そうですね、みんなで行こう、うんうん、まだ出てへん、うんうん、お正月の時期をずらしてら、ね、あのね、普通の月でも1日と15日はそこ人がいて、うん、お守りとか売ってるんですよ、うん、へー。でも他の日に行くとなんかいない時もあるんで、お正月はね多分7日ぐらいまではいるんじゃないかな、そこに人が。悲観稲荷ね。そこに人がいないとお守りとか買えないんでそうか、すごいよね、寺の中に神社があるのもね。でもそういうの浅草寺って広いから何個もあるんだよ、うん、浅草寺の悲観稲荷ね。浅草寺の悲観稲荷、ぜひ皆さん出世したいななんて考えてる人はねえ、そこ行ってみて。ほんまそういうのね、テレビとかこうメディアで言うともうほんまパワースポットになってブワーって人が来るもんね。あ、恋愛のやつとかね、すごかったもんね。なんたら寺みたいな、スズムシ寺とか、うん、みんな言ってた。スズムシ寺な、ね、なんか願い叶うつ、うん、そうそうそう、女子がすげー行ってた、うん、行かないんですか初詣。なんか偶然たどり着いたとこに行ったりはするけどそでどこに行ってるか分からへんもん風任せ考え。でおみくじとかめっちゃ引いてまうねん。いや、何回もあれでも何回も引いてもいいらしいよ。でもそうなんですか、うん、いいのが出たらいいのだけ取っとけばいい、うん、そうなんよ、うん、なんか勝手に自分でルール作って1回のチャンスみたいになってるけど、うんうん、いろんなとこのいろんなの聞いて、いい、俺もそうするわ。でもなんか、うん、初めに引いたのよりもいいものが出たらいいですけど、うん、悪いものが出たらもうきりないですよね。そうやねんな。まあ、だから大吉でまで引くっていうことだよね。で、うん、大吉出たのに引いたら、なんか地域とか場所によってさ、なんやっていうの出ることない？おみくじとかで。はいはいはい。うん、一回へーみたいなの出たら、へー。あ、ありますあります。あります、あります。知ってる？はいはい。すごい細かい。あの分け方してるところありますよ ねすごい中間だと思います。大吉となんかの間って結構ええ感じやったの。あ、そうなの、うん、へえってへえって出てめっちゃ笑ってたんけど、うん、今日の下ちゃうかとかって言ってええ感じのとこやったの。あ、なんか後輩に見せてもらって 半吉って書いたやつ。あ、半分の吉、はいはいはい、半吉中間ぐらい、うん、
結局その順位がよく分かんない時ありますよね。でもね本当にね、うん、そう末吉と小吉どっちが下か上か末か小末が下じゃないちゃうかな。うーん違ういや末の方が上なんだ。あそうなんや。なんかあったよね、うん、その順番えそっちが上みたいな。そうそうで人によっちゃ大吉より中吉の方がいいとかって言い始めたりとか大吉だと思うのは一番上だから。そうですよね、うん、大は行き過ぎてるってそう思う。あとは落ちるだけだみたいな。中ぐらいをずっと続けた方がいいみたいな。うんそんな言い出したらずるやん大吉が一番いいにしないと。大吉はだから次の年も余韻が残るぐらいすごいにしないと延々すごいぐらいにしないと確かにじゃないと大吉の意味がなくなるっていうか。そういうの作ってほしいよな神社によってな。うちはなんかすげえのありますって言って。ああ下がらない大吉とかって永遠に吉永吉永吉なんで矢沢永吉になっちゃうの。永遠に吉ロックになっちゃう。その代わりロックな人生になりますでもすごい常にトップを走れるっていうことですよね。それはいい、うん、俺永吉やった矢沢かな帰りにタオルがもらえるあ、生きちゃったんですかこれと交換ですって矢沢タオルもらって上に投げていいですね、1個ぐらいねあってもいいですよね。うん、それ嬉しいね。さあ、じゃあ、曲いきましょうか。はい、はい、それでは聴いてください NMB48 で僕以外の誰か。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉、長島リゾートの提供でお送りします。てってれーてててててーてて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 早く安っぽいゲーム始める AB 中 AB 中ここでイベントのお知らせです。エビ中の応援団の皆様1月6日1月6日ジャストこの日に暇だなーなんて思ってる人金曜日なんですけども大丈夫みんな午後6時前後ね午後6時前後空いてるっていう方いる吹田市のね万博記念公園の上の広場ね上の広場の特設ステージをね俺が作ったのよ新たにあるんや前からそこでエビチューなんやねんの録音を行います。公開録音なんだよ。だからお客さんの声も入っちゃうけど声がダメだという方でも黙ってみれば全然いいから来てほしいんだよね。特製だ出演はもちろん私立恵比寿中学ちょっと噛みかけて恵比寿中学恵比寿さんは出ません。恵比寿中学が出ます。あと2人出るんですけどもあ、2人以上出ます誰が出るかここでクイズです。これを言う人です誰が俺の野郎やりかけたっけこれを言う人誰でしょう誰がお前の野郎やりかけたっけ部外してる正解はおかずクラブですそしてあともう一組これが出ます。メガネナスナスメガネでおなじみの誰やナスメガネでおなじみの芸人といったら何ですか。ナスメガネ、ナスメガネ、ナスビ、ナスビさんじゃない。ゆうゆう違う懐かしいな。天竺ネズミでしょ。ああナスサングラスね。ナスサングラスです。ナスの被り物にね、サングラス、はいはい、の2組が出ます。私立恵比寿中学のメンバーたちがデザインなどを考えたカラフルで遊べるイルミネーションに包まれて行うここだけのステージとなっておりますのでぜひ暖かくしてもう本当にねパッチなど自由やろ別にパッチだけは絶対パッチだけ全員履いてくださいチェックします入り口で誰がもう寒いって言ってもう帰ると言われるのが一番嫌なのでパッチだけチェックさせていただきます詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧くださいNMB48 の山本さやかです。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。
さあ、それではここで9月に万博で行われたイベント、あっぱれ俺たちごちゃ祭り in 万博の模様をお聞きください。あっぱれ俺たちごちゃ祭り万博からやってます。万博記念公園下の広場から AM1179、FM906 の MBS ラジオがお送りしています。さあ行きましょう、あっぱれ月曜日ムキンボのコーナー。イエイ、ムキボ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 ムキンボ。これやるの？これやります、はい、さあ、皆さんこんにちは、あっぱれ月曜日のよい子の浜口です。さあそしてアンガールズです。山根です。アンガールズ田中です。ラルクアンシエル哲也です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、アッパラ月曜日はですね、僕たちの他にも NMB48 の山本さやかちゃん、はい、そして、内田梨央ちゃんも一緒にやっております。はい、さあそんなメンバーでお送りしております、アッパラ月曜日のコーナー、はい、参りましょう。こちらの無菌ボのコーナーなんですが、はい、このコーナー説明しておきますと、はい、山本さやかちゃんがですね、あんまりこう感情出さないんで、はい、冷静ですから ね、うん、感情出してもらおうとして、いろんなこと無金ぽ、そういうことを無金ぽと我々は呼んでおります。はい、そうなんです。それでちょっと下ネタっぽく聞こえるんですけど、うん、そうですよね。もともと哲也さんが使ってる言葉なんですよね、うん、いやいやいや、それそれで教わったのよ。あれ哲也さんのなんかそのマスコットが無金ぽくんじゃなかったでしたっけ？そうです。バナナ、バナナのキャラクターの名前が無金ぽくんです。はい。あ、今持ってはる方もいますよ。バカ公園。あ、本当だ。あ、無金ぽ。それ無金ぽくん。あ、それ水鉄砲になってるんで。ちょっとかけて。かけるよそれ。あ、ちゃんと出るんだ。出てる。結構だ。結構飛ぶね。何あれ、これ性能がいい。水鉄砲性能いいですね。ほんでとんでもなくぬるい水が入ってるんだけど。あったかくなった。あったかくなっちゃったの。あれね、商品名無菌ぽっていうんです。無菌ぽ、無菌ぽ、お買いになられたんですね。さやかちゃんは今日はね、お休みなので、はいはい、無菌ぽする方をお呼びしましょう。この方です、どうぞ。誰だ、誰が無菌ぽするんだ。あら、川北ちゃんかな、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は川北ちゃんを無菌ぽしていきますんで、よろしくお願いしますね。はい、わかりました、お願いします。大丈夫ですか、ごめんなさい。いつもこれね、さやかちゃんは無菌ぽされますという言葉にしてもらうんですけど、はい、どうしましたか、うん、あ、ごめんなさい、間違えました。はい、失礼しました。はい、無菌ぽされますか。はい。いやいやいや、ちょっと言ってもらっていいですか。無菌ぽ、哲也さんのキャラクターなんですか。そう別に言わなきゃいけないんですか。そうなんです、はい、だってキャラクターの名前だから。そうです、あの水鉄砲、あ、放送禁止用語全然入ってないんで、うん、はい、頑張ります。無菌ぽって言ってくれないんだ。言わない、無菌ぽって言わないと始まんないですよ。無菌ぽ逆にそう、なんか変な感じ、ね、捉える感じになっちゃった。さあ、はい、川北ちゃんの、極秘情報をいただいております。おお、いろいろ聞いていきましょう。はいはい、マネージャーさんからのタレコミでございます。はい、飲み物の注文が細かすぎてとにかくめんどくさい。ひどい。丸々を 0.5 で丸々を多めでと細かすぎるということなんですが、どういうことでしょうか。そうですね、結構、うん、飲み物のこだわりが強くて、結構こと細かく、そもそもすごい冷えてる飲み物が好きなので、うん、基本的にはいつもなんか氷多めにしてもらったりとか、うん、あとはなんかシロップ追加とかホイップクリーム多めとかなんかいろいろね、オリジナル注文ね、そうが多いんです。それをマネージャーさんに頼むの。そうなんです、現場で飲み物、現場で飲む時です。だいぶ面倒くさいよね。いやだねー。そんなこと言わないで。それが欠けたちゃうもんね。そんなにさ、うん、味変わるの？そんな 0.5 とか。全然違う。もうね、でも別にちょっとずれてもさ、まあまあまあいいやっていう時あるじゃん。うん、それもピターっと来ないとダメなの。ピターっと来ないとダメ。 0.5 って何を 0.5 なの。 0.5 って、あのなんか私コーヒーがあんまり強すぎると飲めないので、うん、コーヒーのショットを 0.5 にするんですよ。おお、へへへ、はい、細かで牛乳多めにしてもらって、なんかカフェオレ的な感じ、うん、はい。
他にもですね、はい、コンビニにドリンクの買い物に行かされるんですが、はい、一緒に氷を買ってこないとちょっと機嫌が悪くなる。機嫌悪くならない。タレコミありますよこれ。どうなんですか。そうなんです。とにかく冷えてるのが良くて、うん、さっきも言ったんですけど、うん、そうなんです、そうなんです。だからいつも氷も一緒にお願いして、うん、それを水筒に入れて飲んでます。どんな風になるんでしょうね、機嫌悪くなるってね。うん、機嫌悪くならないよ。あんま喋んなくなるとか、睨みつけるとか。睨みつけたりしないです。何ですかこのタレコミ。いやマネージャーさんが言ってることだから確実に本当だと思います。いや全然全然ずっと機嫌いいですよ。ちょっとぬるいのでも飲んでくれていいじゃん別に。あーまあまあいいやって。あいやそれは本当にダメ。なんだってさ、うん、忘れちゃったんだもん氷買うの。あだからマネージャーやったらやろ、うん、そうなるで田中が。すいませんちょっと氷忘れちゃったんですけどいいですかって言ってて、ちょっとどういうのそしたら。あまだ時間あるのでお願いします。いやいやちょっともう僕今ね、もう死ぬ10分ぐらい距離がね遠いんです。10分行かないとないんですよコンビニ。あお待ちしております。うわ折れないね。怖い。いやいやちょっとお願いしますよ。お願いしますからお願いします。逆にお願いします。全然折れてくれないじゃん。いやでも大変だねマネージャー。いや本当に忘れた時は全然そのまんまですよ。あもう時間がない時とかは。はい、うん、あとですね、はい、セレブっぽく振る舞っているけども、はい、実は100円均一が大好きな庶民派。あそうなんです。お、そうなんや。100円ショップ大好きなんです。それは貧乏人の楽しみも私も味わってやろうということだ。違う違う、そういうじゃない。これ好感度上がるやつなのにやめて。もう違うんです。本当に100円ショップって優秀じゃないですか。まあいろんなものを我々は使ってますけどよく、うん、私も大好きなんです。何買うの。何買おうかな。ウェットティッシュとかお菓子とか。それ別に100円ショップじゃなくても売ってんだよ。100円ショップ独特のやつあんじゃん。何買うんだろう。俺は買ったりするのは空気入れとか。空気入れ、自転車の空気入れ。何それ。自転車の空気入れ100円で売ってるの知ってる。知らない。こんなこのぐらいのスプレー缶で売ってるのよ。でそれ1回だけなんだけど、もう普通自転車の空気入れってこう刺してさ、シコ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 って、何十分もやんなきゃいけないでしょ。何十分もやんなくていいか。何分かね。それってそのスプレーの先っぽそこに刺すじゃん。あシュッて入ってない。シュッてパッて一瞬もうそれでパンパンに入ってる。嘘今ので。1秒1秒でパンパンに入るの。それ100円よ。どう。あ、うなずいて貼る人もいる。あれ助かる。買いたくなるでしょ。いや、私自転車乗れないんです。なんだよ。自転車の練習した方がいいよ。まさか。そうなんです、そうなんです。でも本当に100円ショップは行くんですよ。何か。自転車乗られへん。全然それらしいエピソードが出ないっていうことは、行ってないっていうことでしょ。うん、違う、行ってる、本当に行ってる。何買おうかな。行ってない、お菓子とウェットティッシュだったら絶対、ね、まあ、どこでも売ってるから。どうしよう。でもなんか好感度アップのためにマネージャーさんが今無理やり言わされてることかもしれない。違う違う、確かにちょっと字が震えてます。違う、嘘つき、やめてください。違う、なんか DIY とかも最近流行ってるじゃないですか。やったりはしないですけど。でも、100円ショップでできるなっていう。なんかあれとかさ、激落ちくんとかさ。激落ちくんええよな。うん、なんでも知ってる。激落ちくん知らない。知ってる知ってる。なんか顔がついてるやつでしょ。そうそうそう。水だけでめっちゃ落ちるやつな。うんうんうん。ああ、100円ショップ売ってるから。知ってます。知ってますよ。顔ついてたっけと思って。パッケージにね。パッケージについてますよね。よかった、危ない。本当に使ってんのかな。使ってます、ね、本当です、うん、信じてください。そうなんです。もうだいぶね、好感度がちょっと下がりましたけど。ねえ、やだ、もう本当に。何曜日でしたっけ、これ。これ月曜日です。月曜日嫌い。いや、さやかちゃんもうこれでずっと。権力で月曜日のメンバー潰さないで。オスカーですからね、気をつけてください。だいぶムキボされましたかね。されましたかね。うん、こうやって人がテンパるのを見るコーナーだから。うん、そうなんです。そう、川北ちゃん今相当、ああ、無金歩されてた、もう。
あ、本当。あ、ちょっとやめてくださいとか、うん、そういうのを見ておじさんが有効なの。気持ち悪い。はい、というわけで、かくちゃん、まいこちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ここにいるんだ。ごめんなさい。いるみたいです。あ、じゃあ、はい、引き続き行ってください。さあ、続きまして、この方です。どうぞ。誰だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。デザイナーちゃん、はい、8頭身の9頭身です。はい、先ほどバレてしまいましたよね。バレてないです。リアルは8。まだバレてないですね。さあ、朝比奈ちゃんも、はい、マネージャーさんからタレコミ来てますよ。うん、はい、無金ぽしていきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、無金ぽされに来ましたんで大丈夫です。はい、こんなに簡単に無金ぽって言うんだねえ。かくちゃん言ってください。言わないです。言わないの。言わないのね。言ってくれないのは言ってくれないのね、もう絶対。で、朝比奈ちゃんのタレコミでございます。はい、寝るときは、うん、半目を開けています。はい、あー、山根と一緒だ。あ、俺タイプね。半目、うん、半目で、うん、本当にひどいときは、うん、半目で、あと口開いてる、うん、いびきかいてるの3つ。で、いびきがないときは歯ぎしりしてます。結構、でも、ね、本当に、いやでも本当に睡眠時間がすごい短い。え、何ですかそれ。今、朝比奈ちゃん、哲也さんの手に、ちょっと半目シャツが出すんだ。え、もう本当に、あ、これやばい。これ本当ダメだと思うんですけど。ちょっと皆さん見てください。こんな怖くない。本当に綺麗に目開いてるんですよ。綺麗な顔してんのにな。ラジオこんなことやっちゃうんだ。ラジオでよかったんだよね。結構綺麗に半目になるんですよね、私。その前に寝顔ありますよ。寝顔は綺麗だよ。可愛らしい。可愛いね、顔でも。え、これ普通出さないですよね。本当にだいぶやばいですね。あ、やばいじゃん、これ。え、ちょっと見ていいですか。口は開いてないね。これ開いてない。口は開いてないですね。すいません。まだまだギリで。やばいですね。綺麗な白だけどね。ね、結構普通ちょっと黒目が出てきたりするんだけどね、そこに。うん、なんかそうなんですよね、はい、白目になって。まあでもこの時は多分、うん、いびきも歯ぎしりもしてないのでいい方だと思います。ああ、まだね。まだこれにプラスいびき書いて歯ぎしりするんだよ。結構嫌ですよね。どういういびきするの。なんか、あ、でもそんなにね、多分すっごいうるさいわけじゃないです。え、そんなん、そんなんじゃない、そんなんじゃないの。ちゃんかわい、そんなんだよね。ちゃんかわい、新幹線でも何人行くの。いやいやいや、そうそう、おるなら後半上がってくるやつ、腹立つんだよな、あれ。いないよ。まあ、ロケバスとかでも同じ共演者で。あ、出川さん、てっちゃんもいびきかきます。確かに。ああ、どういうやつ。やんない。なんでやってくんないの。あの、心配になるよね、いびきの人もおるもんな。なんか一瞬止まるような、うん、もう良くないですか。みんなやりたいだけじゃん。もういいわ。自分のいびきで起きる人ら言ったんだ。起きてすぐ寝始めてまたすぐいびきする。起きろよお前みたいな。ちょっと鼻をこう通すとかしてほしいですよね。自分のいびきで起きたんだと。そうだよね。一回体をよしよしっつって寝てほしいのね。その体勢のまま寝るから寝る。すぐ興奮しすぎ。一回鼻を通してから寝てくれよな。鼻と喉を通せ一回。お前はいびきで起きたんだと。こっちはずっとそれで寝られへんねんからな。そうそうそう。テザーさんのいびきとか大丈夫ですか。いびき言われないですか。どうかな。あんまり言われないですけどね。テザーさん入れても余裕はない。違う違う違う、思い出して、俺寝るときテープ貼ってるから口に。あ、ああ、鼻呼吸、鼻呼吸するために。テザーさんテープ何それ。鼻で呼吸で。そんな衝撃の口で。すごい。あ、ちゃんと薬局にもそういうテープが売ってるの。あ、うん、鼻呼吸用。あんまり口で呼吸したくないということですね。喉、喉に喉をね、守るだから、ね。うん、でもなんか、哲也さんには、うん、いびきかいてほしくない。そうやな。あ、ちょ
ょっと、うん、あの悲しんじゃうかも。書いててもいいメロディーのやつ書いてほしいよな。すごいメロディアスな。あ、確かに僕寝ながら曲作ったことあります。マジですか？どういうことですか？いや、夢の中で曲作ってて、ああ起きたら、あ、一曲できてるみたいな。すげー、ラッキー。それどの曲ですか？それね、瞳の住人って曲。あ、知ってる。知ってんの？知ってんの？あれ、あれ、ね、ね、それが寝ながらのはずないよ。あれが寝ながらのはずないよっていうこと。すごいね。天才的やな、みたいな。え、それ一曲丸々できてたんですか？ほぼ。夢の中で一生懸命曲作ってて、はあ、で起きた時にほとんど覚えててそのまま叩き、すごい。その話いいですね。な自分取り入れようもね。そうそうそう、いつかね。曲できた時に。そう。さあ、あと朝日奈ちゃんまだありますよ。はい、毎朝 LINE で、気象確認をしています。はい、マネージャーさんがね、はいはいはい、してもらってます。で、既読がつかない時は電話を鳴らし続けるんですが、はい、無言で電話を切られることがよくあります。一言くらい何か言ってくださいと。これひどいね、ちょっと。いや、あの、そうですね、いや、だから違うんですけど、もしもし起きてますかっていう、まあ、あの LINE をいつもまあいただくんですよ、起きてるっていう確認をしてもらうんですけど、まあ、その時に既読ついてたら起きてるっていうことがわかるじゃないですか。でも、ついてない時、急がなきゃいけないから、電話かかってきて、あ、起きてますよっていうのを伝えなきゃと思って電話を切るっていう作業を、うん、いやいやいや、一言くれよ。おかしいでしょ。あ、はい、はい、はい、起きてます、はい、ぐらいね、うん、いただきたいよ。え、でもそれで片手が奪われちゃうから、うん、準備が遅れる。あの、そうです、ハンズフリーにしとけ。パッと取った時にハンズフリー押す。でもそれなんか寝てる間に切っちゃってるのかなって思います。そうだね、確かにね。アラームと思ってなんか消されちゃうって思わ、思われる。いや、多分思ってたりすることもあると思います。だから何度も何度も電話かかってくる時あるので、何度も何度も切って、どんどんイライラする。一言欲しい。そうですね、そうですね、ちゃんと電話出ます。はい、ちゃんと一言言います。そうよ、はい、イラッとするでしょうね。いやー、イラッとしてたんでしょうね。嫌なのか、もう心配なのか。いや、だって私一回も言われなかったですもん、今まで。マネージャーさんって年上？年上です。年下に切られたら腹立つ。関係性も ね、マネージャーさんとだったらなんかね、はい、仕事だからっていうのあるけども、まあまあまあ、うん、一言ぐらいいただきたいもんなの、ね、それでも。おはようございます、起きてます。いや、すごいですね、内容がどんどん出てきますね。マネージャーさんのほぼ愚痴ですよ。ほんと愚痴ですよね、うん、ありますよ、他にも。楽屋にあるお弁当は真っ先に一番高いカロリーの高そうな弁当を手に取ります。そんなカロリーの高いものを食べて大丈夫かと心配になることがありますと。いや、あの、もうこれは別にもういいじゃないですか。確かに。でも心配してんじゃない、マネージャーさん。太ったりとかしたら服がよく見えないとか、うん、いや、だって好きなもの食べたいじゃないですか、うん、それがたまたまお肉なんですよ。だから、その朝日で晩でちゃんとお弁当だったら肉肉肉って続いちゃうから、多分言ってくれてるんだと思うんですけど、でもお肉が食べたいんですよ。食べて太んない。あの、運動します。キックボクシングとかロードバイクとかやってるので、食べた分だけちゃんと運動してます。食べた分だけ太るみたいな。はい、食べた分だけちゃんと運動してます。本当？うん、やってます。魚の弁当とかだったらもうなんだこれとか言う。魚は魚でたまになったら全然食べるんですけど、うん、まあ基本的に野菜があんまり好きじゃなくて、だからこのお仕事するようになってから本当に野菜食べるようになったんです、これでも。そうなんや。そう、普通な女子やったらなんか野菜が好きとかね、言いそうな感じだけど、なんかあんまり苦手なんですよね。なんかもともと陸上ばっかりやってて、ずっと運動部だったので、野菜を食べるっていう習慣がもともと身についてなくて、陸上部って野菜食べないの？いや、食べない。陸上部食べるよ。食べない。俺陸上部だったけど。何でも陸上部のせいにしたらええってことじゃないで。陸上部こそ食べる。陸上部が一番食べるよ、野菜。いや、もうお米とお肉しか食べてこなかったです。うん、陸上部？はい、だから野菜食べなかった。白目向いていびきかいて。ね、本当にいい情報出してほしい。で、
電話は出えへん出ない最悪じゃないですか、安田大サーカスのクロちゃんみたいですその条件だけ聞いてたらいや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 もう本当にあの他にも最後にもこんなのも来ておりますまだあるんですか、何か手から物を落とした時自分が落としたのになぜか周りの人を睨んで少し怒ります意味が分かりません何それやったそれはそれはもう本当にそれはもう本当に思い込みもう絶対そんなことしてないと思います絶対してない、今なんか髪さっき本当たまたま落としたんだけど、うん、軽く睨まれたお前なんで睨まれたんだろうって睨まないですよ答えが出てきたからあそういうことね私落としたと田中なんで取らないんだっていう、うん、あ私が行けばよかったんですかすぐさった違います、はい、違います違いますいやそれは睨んでないですよ、うん、そうな、どういう感情なのその睨んだ瞬間まあ人を見てるわけじゃないまずうん、うん、あの睨んでるっていう感覚は全くないです見てる、うん、落としてなんでなんでまず落としたらあーそうだよすぐ自分で行くのえでも開いますよ、うん、開って見る、うんうん、でもいやいやどんな感じで落としてみて、うん、落として、うん、拾う、うん、拾ってみるなんで見るのよ書類を見てよその書類をいやもうこれ見たくないですもんいやじゃあそれはその判明のやつだからはいいやだから睨まれたなって思われたらもうそれ睨んでるっていうことだからでもそれはもう被害妄想じゃないですか、うん、なんでお前が取んなかったんだっていうこういうふうにみんなに思ってるってことですよね。そうそうそう思ってるってことですよね。やっぱマネージャーさんはそういうふうにね見てるんでね。やっぱ電話かけても何にも喋んないし、だんだんそういうふうに上がってくんの。ちょっと待って、繰り返すと本当に嫌なやつになっちゃうから、あんまり繰り返さないでもらっていいですか。関係修復してくださいね。よろしくお願いします、ね。すごい仲良しなんですけどね。はい。はい、さあだいぶ無希望されましたね。だいぶ焦ってたよね。焦ってたな、焦ってたな。なんかもうちょっといいこと言ってほしかったですよね。これを毎週耐えてるんですよ、やっぱさやかちゃんは。辛いですね。そら、今日来えへんやろ。うん、公開処刑です、うん、今日は来てないですからね。さあ、というわけで無希望のコーナーでした。はい、さあ、哲也さんの曲いきましょう。はい、哲也で Time Goes On 泡のように。ごちゃ祭り万博からやってます。万博記念公園下野広場から AM1179FM906 の MBS ラジオがお送りしています。 TKO 木本です。木下です。朝日奈彩です。よろしくお願いします。さて土曜日深夜放送のちょこっとやってますは僕たちの他に山崎彩さんも一緒にやっていますが、まあいつもは4人でやりながら、はいそうですねはい、ゲストもちょこちょこ来ていただいたりして、うん盛り上がっているわけなんですけども、さあ、今からですね、まあ、番組の中であるベスト3のコーナーっていうのがあって、はい、毎回ゲストが来たらそのベスト3を勝手にね、うん作ってもらってその発表を聞き1位を当てるみたいなコーナーしてるんですけど、うんはい今日は皆さんにも参加していただき、いきたいと思います。それではベスト3のコーナー万博スペシャル。さてちょこっとやってます、お越しいただいたゲストの方に自分でベスト3を考えてもらい、そのランキングの1位を我々が当てるというコーナーをやっています、はい、今日は万博にたくさんのタレントさんが来られていますので、その中からこのコーナーに参加していただきましょう。まず最初はバイキング小峠。小峠お願いします。小峠全部のメロディーに応用できないですからね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。小峠くんは何曜日でしたっけ、はい、僕は木曜日ですね。他のメンバーは次長課長さん、TOKIO の城島さん、はい、で河北舞子ちゃん、で翔太と、あとAKB の小島子ちゃん、はいはいはい、でやってますね。多いね。多いですね。多いですね。そうなんですよ、2人多いんですよ。はい、2人が2人だし、なんとなく、うん、誰がいらんのその2人。いやいらんとかじゃなくて、うん、みんないるんですけど、もしプロデューサーやったら2人ちょっと予算的にカット紹介って誰カットする？小峠。いやいやいや、そんなテンションでカットできないでしょ。はい、でも次長課長の2人ですね。
次長課長ですね。あの二人が多いですね。単行部、単行部ちょっとはしょるわけやね。ということでですね、ベスト3、はい、書いてくれた。はい、書きました、書きました。ほね、あやちゃん、手元にリストあるでしょ。はい、はい、あります。はい、この中から、うん、小峠のベスト3。4個考えてくれてるね。うん、4個あ、ごめんごめん、3つ。3つですね、一応3つ書かせていただきましたね。バイキン、小峠。3つ、 あ、そうだ、3つジャンル考えてくれました、はい、まあ、俺これ聞きたいねんけど、どれですか、なんて日だベスト3、ね、私も思いました、はい、はい、なんて日だベスト3って、多分まあええことも、はい、悪いことも込みやから、まあまあそうですね、うん、はい、じゃあまずそれいくか、行こう、うん、分かりました、バイキン小峠のなんて日だベスト3、はい、まず第3位は、はい、これすいません、ちょっと覚えてないですね、すいません、はぁ、ちょっと待って、どういうこと、預かってない、怖い怖い、あら、預かってないですか、うん、こっちの、これはいや、ほんまにこれなんて日だ、ちょっと待って、ね、今がなんて日だ、これ1位ですね、いや、これ1位、ちょっと待って、これ、これは、そうですね、誰に言うてんの、そうこれ、ごめんなさいね、すいません、いや、書いた、書いてね、なあの、すいません、これ色々書いたからね、色々いただいて、第3位、なんて日だ、ベスト3、あ、第3位ですね、うん、はい、はい、これは、米助さんに、似てる人だなと思ったら、本物の米助さんだったっていうことなんですけどもどういうこと、はい、米助さんいらっしゃるじゃないですか、はい、番栃木隣の番号やってらっしゃる、うんうん、で、営業行った時にですね、落語家さんで、桂、米助、米っての助けるでベースケ、はいはい、で、米助さんなんですけども、うん、米助さん僕ほんとこれはもう失礼な話で恥ずかしい話なんですけど、はい、落語をやってるって知らなかったんですよ、なるほど、そうなんです、落語家さんって実は知らなくて、カタカナの米助のイメージやってる、そうなんです、そうなんですよ、うん、で最初なんか写真見て今日のその営業一緒の人、うん、ならこの人写真米助さん似てるなと思ってで、ロビーで会ったんですよね、うん、でもうすげえ似てんすよ米助さんに、だって米助さんな、はい、でも喋り方とかももう米助さん、米助さんやもんな、だって、うん、この人すげえ似てるなと思って、おうおう、で落語始まって、はい、で僕袖で見に行ったんですよ、うん、でもう見るから見るにもう米助さんなんですよねすげえ似てんなこの人って思って、うんうん、で相方呼んで、うん、ちょお前ちょ来てみろと、あの人、うん、米助さん似てねえかって言ったら、うん、米助さんだよあれ何言ってんだよ、米助さんだよあれっつってその時にどう思ったなんていいなあれだろいやこれはもう本当に失礼な話、まあ、米助さんに言いましたけどね、うん、すいませんちょっとシーンまあだからまだ3位やからそれぐらいのなんて日だのテンションやな、そうです、ね、あそれはもちろんやろね、じゃあ、なんて日だと思ったベスト2、はい、これは飛行機で隣に座った子供がおしっこを連呼っていう、あー、おしっこ、はいはい、飛行機乗ってまして、はい、で僕の隣にですね、うん、多分小学校2年ぐらいの男の子が座ってたんですよね、うん、でその隣にその子のお母さんが座ってて、うん、で飛び立ってもう着陸する時ですね、うん、着陸する時ってアナウンスでトイレ行きたい人は今しばらく席立たなくなんで行ってくださいみたいなアナウンスが入るんですよ、で別に誰も席立たなかったんですよ、うん、で、着陸体制に入った時にこの男の子がですね、うん、おしっこーって言い出したんですよ、うん、ちょ待てと、うん、さっきアナウンス入ってたんだろと、でもこの子は小学校2年生が言うんだ、おしっこ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 ってもう泣き出したんですよね、うん、すごくきついでしょ、隣でずっとおしっこ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 、うん、おしっこ、うん、なんていいな嘘だろおいと思ってその子がその子がなんていいな、なんていいな、なんていいな、その子が言うと、その子がずっとなんていいな、なんていいな、横に小峠が座ってるって知ってたんかな、いや、多分知らない、知らない、知らないです、僕、だからその子はなんて日だっていう言葉は知ってるんですけど、うん、どういうやつが言ってるっての多分知らないんですよ、あー、知らなかった、なんていいな、なんていいだ、リアルなんていいだよ、はい、ほんならもう周りの人がもうクスクス笑ってんすよ、これ見てお母さんも笑い出してあんたそれやめなさいっつって、いやそれってなんだよって思って、もうでずーっとその着陸する前なんていいだ、なんていいだ、なんていいだって着陸して、ほんでついてその子と真っ先にトイレ行って、うん、でお母さんがすいませんねご迷惑おかけしました、いやいや全然大丈夫ですよっつって、でその子戻ってきて、うん、ほらあなた握手してもらいなさいっつったら、うん、誰このおっさんって言われてその時どう思った、なんていいだ、ありがとうございます、
ね、だから知らない言葉だけなんか、ね、その音だけどんどん進化していってんねんね。だけど小峠なんて木下もせやけどパッて見たらもうすぐ分かるやん。分、はいはい、かりますね。大きいしね。で小峠って結構いじられキャラでテレビ出るからさ、結構いろいろあんのちゃうの。街歩いてたら、街歩いてたらありますね。小さななんて日だわ。なんかこの間、うん、帽子かぶって、うん、メガネしてマスクして歩いてたんですよね、うん、したら外国人の人がこうやって肩叩かれて、うん、分かるよって言われましたそんな変装してても分かるよって一言言ってパーって去っていきましたね結構すぐバレやすい方ですね。バレやすいのにあんまり変装でもそんなにはいっぱいせえへんもんな。そうですね、あんまりしないですね。あとはなんかまあテレビ出させていただくようになって、うん、なんか一個目標があって、うん、その、はいはい、さっきみたいな外国人に、うん、気づかれたら、うん、これよっぽどちょっとこうテレビ出たんじゃないかみたいな。そら確かに外国人に気づかれてなかなかね、うん、難しいじゃないですか。同じ顔に見えるっていうからね、うん、そうなんです、うん、なら一回渋谷のスクランブル交差点、うん、夜歩いてたら、うん、前からそのヒップホップの黒人の方2人組が来て、はいはいはい、すれ違う時にテレビで見たことあるって言われて、俺テンション上がってそいつハイタッチしてそのまま別れていきましたあれかっこよかったですよ映画のワンシーンみたいな感じであのテンションでね、テレビで見たことある、あ嬉しいな。お互いもうそのまま振り向かずさ俺外国人バイオって言って明日の試合頑張ってくださいって言われた誰誰と申し上げたプロレスラーやと思ったんちゃうでかいからじゃあ大きいからね多分。でも木下の場合昔痩せてたから、はいはいはい、痩せてる頃に木下見てた人がどうやら留学かなんかして海外に行ってて帰ってきた時にこの状態の木下をマジで見つけてんてな。なんとなく僕の顔が分かったんですよ。生きれの女の子僕の腕ガン掴んでどうしたんこれって言われた俺の体見ては、何か意味分からん最初、はいはい、どうしたんこれ言われて私実は海外行っててそうですよね、こんなんで、ね、あやちゃんなんて朝日奈彩なんて、はい、その給湯心や前も言うとスラーっとしてるから、はいはい、こう街歩いててもどう見てもモデルさんなわけや。いやまあね、いやいやいや、例えばマスクノーメイクやからマスクしてたりとか、はい、帽子かぶってたりしても誰かやろなって思う目線っていうのは気づくやろ自分でも。でもたまにですかね。でもそんななんかそのヒール履いてないのでいつも、うんうん、でももう170センチぐらいだともう全然普通に馴染んでますよ。あ、うん、あそんなにそれで痛い目にあったことないんや、うん、全然ないですね。あそうなんや、うん、まあ女の子にはあんまり声かけへんもんな。いやでもそうです、ね、あんまりそうですね。芸人の場合は新大阪駅とかで色紙持っててね、ね、誰でもいいからサイン、あ、ありますね、求めに行く人いてるやん。それファッションショー終わり毎回あります、うんうん、ありますあります。もう誰でもいいから、そうやろ、うん、欲しいねんな。欲しいんでしょうね。俺の出待ちもこの前バーッと女の子俺のとこ来て、うん、今日のネタ面白かったです笑いそうなりましたって言われて、笑わんかった笑ってなかったんだどっか行ったことあるけど、ね、悪気はないんでしょうけどね、はい、さあ、1位ですけど、これちょっと当てるんですよ。1位、うん、なんて日だ、なんて日だ、いやそれはもちろんあれやろ、もう1位は、いや私も多分ね同じ意見だと思います。もうこの前のね、はいはいはい、発表ちゃいます、はい、ありました、はい、これ放送日時的にずいぶん前になってしまうかもしれませんけど、元カノが衝撃のデビューをしました。そうですね、はい、それがなんて日だじゃないかなっていう、もう1位でしょ。そうですね、もうそれが1位らしい。それしかないですよ、うん、それじゃないですね。そうですか、はい、何でしょうか。じゃあ行きましょうか、はい、なんて日だ第1位は、はい、これ CM の撮影で100回ぐらいなんて日だを言わされたってありますね。これはなんて日だでしてきつきついでしょ。見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、桐谷美玲ちゃんと、はい、保険の CM をやらせていただいてるんですけど、これで最後僕が、まあ、なんて日だって言うんですけども、うん、まあとりあえず、まあ、マックスでなんて日だってやったんですね、うんうん、いや小田もうちょっとでかい声でお願いしますなんて日だ、うん、いや小田もうちょっと躍動感ある感じでなんて日だ、うん、いやちょっと違うんだよなーって、いや俺のやつだから
違うも何も。お前や本人がそうです、ね、マックスやってるんだからもうそれなんですよ。違うわけがない。俺のやつ俺が一番弱いな。そりゃそうや。で何回もそっからもう何100回ぐらい本当に、なんでいや小竹さんもうちょっとなんでもっと手を、手もうちょっと高めなきゃ、なんでいやこれちょっと違うんだな、じゃあちょっとこれ見てくださいって、うん、最終的に YouTube で僕がなんでひだやってる動画見せられたんです。俺が俺の動画を見てあーなるほどこういう感じですね。いや俺だもんこれ。だそれがベストのなんでひだと思ったんだよな。そのテンションくれた。そうあのキングオブコントの決勝でやった時のあの動画見せられた。これでお願いします。あの人生かけた時のな、うん、このなんでひだ出してください。あれが本当 CM になってんのが100回目で OK。 100回目のあの OK のあのなんてひだですね。それみたいな生でね、プロをあの組み取ってちょっと見ていただけたらね。生でほんならそのなんてひだ最後、はい、やっていただいて、その OK テイクのやつ、OK テイクのやつですね。わかりました。今日ですねこんな暑い中皆さんに集まっていただけるなんて、なんてひだ、ちょっと違うんだよね。ちょっと違うんだよ。もうちょっと手を挙げて。違うことないです。俺がやってるんです。ちょっとあの手本のムービー持ってきてもらえますか。いい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 いもう分かってんすか僕が一番。そこですか。ありがとうございました。はい、小峠くんのベスト3でございました。ということでそのまま小峠には参加していただいて、次はこの方に登場していただきましょう。どうぞ。青井翔太くん。どうも、青井翔太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。翔太くんは汗かかへんの？かいてますよ。めちゃくちゃ全然爽やかやね。もう全然それ汗が見えないようにこまめに拭いてますから。こまめに拭いてますから。うちびちゃびちゃでやってんだよ。すごい、なんかシャワー浴びてきました。なんだよこの差ね。いや今日やっぱあの翔太の人気が初めて見た。初めて見てすごくて、あの僕ら他のメンバーがずっとざわついてましたよ。なんかね翔太すげえな。だから次長課長もね小峠も舞子ちゃんも一緒か。舞子ちゃんも一緒。一緒のメンバーで、でこんなに人気あるって思わなかったんやって。ありがたい。それを目の当たりして裏でびっくりしててみんな。そうそうそう、すごい。はい、ね、でもまだ一部やからな。いやこれすごいよ、ありがたいことです。素晴らしいことですよね。舐めてました本当翔太の。舐めてた。本当に舐められちゃった。それは舐めるな、はい、ね、さあ、はい、青井翔太くんにもですねベスト3考えてきてもらいましたけれども、はい、リスト、はい、これありますよね。はい、はい、それがええかな。だからもうみんなに聞こう。この声のせいで起きた出来事ベスト3がええか、うんうん、あ、好きな洋食ベスト3がええか。なんだろこの落差。あと誰が興味ある憧れのデートの場所ベスト3がええか。ああ、それな、まあ、女の子としてはな、そら最後のやつかもしれんけど、じゃあ好きな洋食でいきますか。反応見てた。一気にこれ洋食3つ一気に注文する感じで。逆にね。エビフライと。ベスト3いっぺんに注文するような感じで。そう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 。でもちゃんとこだわりがあって、あの、まあ、選んでますからね。そうやね、はい、一応、まあ、落差はありますけど。もちろんもちろん、うん、はい、うん、それ、うん、ちゃちゃっと教えてくれる。いいんだよ。洋食だけど。あ、じゃあもう言いますね。洋食だけ。3位3位がハンバーグ、はい、2位がカキフライ、はい、1位がオムライスです。オーソドックス。よかったわ。これどうやって食らいに行くの。はい、その1位のオムライスは本当にこだわりがあって、今ほんなレストランとかにで出るようなふわとろ食べれないんですよ僕。え、あの感じ上がるの？あの巻いてるやつがいいの？そうです。一緒、わかるわかる。チキンライス、ケチャップのチキンライス、はい、そして、うん、あの薄焼き卵でくるんである、そしてケチャップがかかってるオムライスじゃないと僕食べたくないんですよ。もうええわ。なんでなのそれ。一応聞くと、聞こう聞こう。なんで？でもちっちゃい頃にたくさん食べてたっていう思い出もあるんですけど、なんかこういつ誰がデミグラスソースをかけたんだろうとか思って、はい、いつ誰がこうなんかまだ固まってませんよって思っちゃって、料理長だよ。どっかの料理長がかけるんだよデミグラス。どっかの料理長がやる。はい、本当に年ちゃんと大人になってからですね、これが商品なんだって。女の子でも好きよな。ですね。あのふわとろがな。美味しいですね。さあ、ここからマジのやついきます。はい、はい、すいません。どれ、あのこのせいで起きた出来事ベスト3やっぱり聞く？あ、聞きたいです。どっちがいい？
あ、でもだって憧れのデートデートがいい？場所やね、場所。デートの場所もスラって言えますけどね。あ、ほなそれスラッと場所、ほなもうスラッと行こう。ごめんな、ごめんな、なんか雑な流れで違う、全部聞きたいからさ。全部聞きたい。あ、いいよいいよ。じゃあ3位が水族館です。2位が2位が、遊園地です。1位が温泉旅行です。よかった。おー、そう、ちゃんと聞かなくてよかった。ねえ、ほんとに、いい加減にしろよ。いや、僕、水族館で3番目に選んでるんですけど、僕、水が恐怖症なんですよ。あかんの？はい、僕、膝より上まで水に浸かると、僕、一切笑えないんですよ。どういうこと？ずっと真顔になっちゃって、もう固まっちゃうんだ。固まっちゃうんですよ。もうちょっと胸あたりまで来たら、もう、泣きそうになる。お風呂どうするの？湯船。僕、お風呂、お湯は大丈夫なんで、いつもシャワーと浸かるお湯の温度は45度なんですよ。めっちゃ暑いね。45? そうなんです。じゃないと、顔も洗えないんですよね。なんで、なんかトラウマみたいなのあんの？いや、自覚、物心ついてからはそんな記憶はないんですけど、でも水を顔につけるとなんか胸のあたりがキュッてなっちゃうんですよね。なんやろな、かわいい。雨はもう絶対ですね。霧雨とかも絶対傘を顔の近くまでこう持って歩きます。なぜなら、キュッとなるから。そうです、キュッと。外歩いてて、ひしゃくでパッてかけられたりするの。あるか。いつの時代やね、あるあるみたいに。はい、じゃあ1位行こう。1位ね。あ、1位、最後のやつ行こうね。はい、聞こう、ね。このせいで起きた出来事ベスト3。この声ね。この声の、はい。この声のせいで起きた出来事ベスト3。はい、第3位は、はい、少し前までコンビニでお酒が買えませんでした。うわ、まあ、この可愛い顔やし、ルックスやし、今外用にメイクしてますけれども、そうか、すっぴんだともっと子供っぽくなっちゃうんですよ、顔が。なので、しかもレジに持っていくときにこれくださいっていう風に言うから、20歳以上って思われないんですよね。必ずと言っていいほど身分証明書を、もう本当に今はポチって押してくださいってありますけど、店員さんから言葉で言われてましたね。あ、そう。でもその声じゃないバージョンもできるやろ、もう前言ったら。あ、できますけれども、結構それ体力使うんですよ、なんか、なんかゲージを使うというか。どういうこと？なんか一回聞きたい。あ、全然できますけれども、うん、じゃあこれください言えますけれども。できるよ。けど一番楽なのがこれください。そうやな。さっきの渋い声でずっと生きたらあかんの、しんどいの？多分倒れちゃいますね。なんか息をすごく使うんですよね、低い声って。だからもういつも以上に酸素がなくなってしまって、そうなんです。そうか、だからもう自然に、そうです、クラクラってしちゃうんですよね。ゲージ使うんやな。ゲージ使います。ゲージ使いますのくだり俺らも普通に流してるけど、どういう意味？なんか何か技を使うとき、ゲームでも技を使うときに何ゲージが、そうです、そういう感じですね。ライフなくなっていくわけ。そうなんです、ゲーム脳なんで。ちょっと、あ、ゲーマーか。ゲーマーです。なるほどね。じゃあ第2位、はい、男性声優さんが必ずと言っていいほど通るであろうある方のモノマネができない。ちょっとあるあるっぽいね。みんな笑ってる。ファンの方は知ってるみたいだね。男性声優さんは、まあ、やっぱり大御所の方がいますよね、今でも。で、その方々にこう憧れて声優になられた方もいらっしゃいますし、で、皆さんご存知、ガンダムでおなじみのアムロレイ、古谷徹さん、そうそうです、はい、のモノマネが皆さんできるんですよ。え、嘘、みんなできるんです。本当に似てらっしゃるんですよ。え、小峠もできるの？アムロさんのあれですよね、誰でもできるの、はい、フレーズは、そうです、フレーズとしては、じゃあ、ぶったね、親にもぶたれたことないのに。そんなのある？アムロが言うの、アムロが言うの、あるあるね、ぶったね、ぶったね、親にもぶたれたことないのに。これはアムロの、はい、よろしくお願いします。できないんですけどね。ぶったね、親にもぶたれたことないのに、ぶったね。なんで葵くんに押していくねん。葵くんができへんやつのモノマネしてんの。そうなんです。でもこれは結構声優界では誰でもできるモノマネ。もう皆さんできるんですよ。へえ。そうなんですね。休憩時間に言ってたりするんですけど、披露してたりするんですけど、もう僕がそれができなくて、他の
あのキャラクターとかのモノマネは多少できたりするんですよ、はい、あのまあ、とんがりくんだったりとか、うん、あのサザエさん一家のイクラちゃん、あ、タラちゃんだったりとか、タラちゃん、ちょっと実は聞きたいな、どんどん何しているですか。あー似てる、かわいい、パパ何しているですか。うわー似てる、イクラちゃんもできるし、あのいろいろとんがりくんもやめてよ、ブタゴリル。誰がブタゴリルだよ。違う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 、多少できるんですけど、入りすぎやね、でも安室蓮さんがもう一切蒼井翔太になっちゃうんですよね、まあ、だからその蒼井くんしかできないやつっていうのはまたできるからいいんじゃないの、それは。すんごい前向きでありがとうございます。例えばクロちゃんのモノマネできるでしょ。え、わわわわー、すごい似てる、似てます、似てる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 、耳がええんかな、うまくできるな、でもそれだけができないって、なるほど、はい、悔しい思いをしております。これが第1位を当てましょう、1位、1位、うん、この声も参加してこれで1位で答え、うん、困ったこと、あー1位、じゃあいいですか、僕から、はい、なんか変な動物集まってくる。この声に、あ、変な見たこともないような鳥が、一度体験してみたいですけどね。あ、ゲーマーって聞いたから、はい、あのネット対戦してる時に、はい、あの声も喋ったりするゲームのやつで、可愛い女の子と思って口説かれる。あー、なるほど、なんかそれはもう声出しちゃうっていうのもあるあるですけれども、やっぱりその友達とこう今ねボイスをこうお互い話しながらゲームとかできますから、そういう時にあれお前男だよなって、あの改めて確かめられることはあります。あんねやん、あります、あります、それじゃないんだな。そうです、あやちゃん、携帯電話で自分の知り合いの方なのに、あの本人だと思われない、うん、あ、そう、間違っちゃう、間違っちゃう、はいはい、なんかあの僕が書いた正解ではないんだけれども、でもこれもありますね、あんねや、もしもしって出たら間違えましたって切られたことが一回あります。小峠は、まあ、その高音ボイスなので、はい、それでガラスが割れる。あるある、そんなロケしたことある。見たことある。あるある、違います、違います、ね、はい、ヒントは性別を超えて何かをする感じがですかね。なるほど、でも電話は合ってます、電話で性別を女性に聞こえる、女性に聞こえる、女性やねやろ、向こうに女性に聞こえんねやろ、はい、そうです、そうです、ね、聞こえる、うん、あの頼まれました、頼まれた、エッチな声、違う、いや、それしか思わないよ、ね、違います、あの友人にあるお願いをされて電話をしました。いや、わからん、え、じゃあちょっと自分で言ってもらおう、じゃあ第1位発表お願いします。はい、友人にお母さんに扮して電話をしてくれと言われました。すげえ、それどこに、学校です、学校休むのに、学校へ、すごいな、それ、どんな感じでやったの、プロロルってなってますね、取られました。あ、いつもお世話になっております、TKO、木下の母でございますけれども、あ、お世話になっております、申し訳ないんですけれども、本日あの木下の方が体調を崩しておりまして、はい、そうなんです、はい、もうご迷惑おかけいたします、よろしくお願いいたします、失礼いたします、信じるな、いや、これは信じる、信じるな、信じますね、完全に、あ、女子だ、ただ俺のおかんそんな品ないけどパンチパーマやからな。はぁ、でもすげえ、ちょっと年齢高い女の人に聞こえたもん、ちゃんと、そうですか、そうそう、ちょっとお金持ちな、あ、品のあるおばさん、品のあるね、品ありましたね、うわぁ、どう、これはでも使えるわ、確かに、ありがとうございます。はい、そんな感じでございました。なるほど、面白い、はい、ということで、以上ベスト3のコーナーでした、ありがとうございました。良い子アリノです、浜口です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。
あっぱれ俺たちごちゃ祭り in 万博の模様をお聞きいただきました、はいはい、さあそれでは続いてこのコーナー、高2男子のお願い聞いてあげる。さあ自称高2男子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオがお休みなので、さやねえが心を込めてセリフを言います。毎回やってんじゃん最近。帰ってきてください。エロくないんだよな。頑張ってエロいよな。もっとエロくやって頑張って。あエロいよ。本当ですか。行きましょう。大阪市はペンネームケムマキくんの作品です。テレアさんのさやねえにツンデレっぽく言われたいです。一回しか言わへんからな。よく聞けよ。好き。かわいい。いいですね。いいな。もう一回言うて言っても言ってくれへんだよ。言わへん。いいですね、続きまして大阪市ペンネームピアスをする男さんの作品。さやねえにしみじみ言ってもらいたいです。私ってダメな男しか好きになれないんだよね。あ、ありがたいね。ダメ男だからね。ありがたい。男しか好きになれないからさ、うん、騙されちゃうんだね。いいね、うん、言ってもらいたい作品ですからね。続きまして大阪市ペンネームアボカド少年さんの作品。さやねえに叱ってもらいたいです。どこ立ってんだよ、こっちに来なさい。いいね、いいね。ちょっとどこに立ってたの。どこ立てたやろな。どこに立ってるだよ。どこ立ち位置ちゃうかったかな。いいですね。いやいやな。神奈川県ペンネームアナンさんの作品、飲み会で二人きりになった時先輩から言われたい一言です。ねえ、このまま二人でパクれちゃおっか。いやー、そういうことする人なんだな。あバックレちゃうんすか。バックレちゃうんすか俺たち。あんまり良くないんじゃないの。そんな古文ダメなやつ。ダメな古文さあね。ダメだよこの古文誘ったら。誘わないです。怖い。バックレたら怒られますよ先輩。でもバックレちゃうんすか。ちょっと天口先輩にも言ってきますね。そんなアホな後輩を二人つぶれるの。さあね先輩バックレちゃうんすか。怒られ、立たされますよ。どこ立ってんだよって怒られた二人が。さっき怒られた。徳島市はペンネームハリウッドゆずこしょうさんの作品。さやねえにからかわれながら言われたいです。男の人も女の人もこれをすれば大人の仲間入りすることでせって始まるものってなんだ。てっちゃんわかる？せっせっせっせですよ。はいブブー。またエッチなこと考えてたでしょ。答えは成人式でした。あーあーてっちゃんさんせっせってありましたよ。そっちか。成人式ですよ。いい政治式ですよね。誰先輩。誰政治式。あほこぶ。誰ですか。変なこと考えてしまいました。すいませんね。すいませんでした。え、バックレラですか。怒られちゃいますよ。なんで二人とも同じ喋り方できるんですか。こぶやから。さやねのこぶこれやから。やばい。役に立たない。役に立てる。というわけで、じゃあ宛先をさやねえいきますか。はい、はい、普通にお願いします。 yarugetsu@mbs1179.com やる月 @mbs1179.com 高2男子の願い聞いてあげるのコーナーまでお送りください。アンガールズ田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあエンディングでございます。はい、ね、9月に行われた万博の模様を、ね、そのやつクソ暑かったよ。あっちあっち言うてる状態を流してましたけども、はい、さあ天才さん告知があればよろしくお願いします。お告知ですか。新年一発目の告知ですからね、うんうん、
7月2日ですよ。終わっちゃいましたね。あ、そうですか。まだなんかあったあったよ。ありましたありましたありました。ラルクのライブがありますね。あーっとー、すごいじゃないですか。いつですか？4月の8日と9日ですね。おー、東京ドームで。すげー、さすが。久々ですか？久々ですね。いや、これはちょっとファンの方、ね、すごい大イベントですね。うん、チケットはまだですか？発売ですか？もう発売されてるんですか？どうなんでしょうね。まあ4月ですからね。ちょっと先ですね。これからですね。わかりません。はい。でももうそこ目指して取らなきゃみたいな、ね、テンションです。ファンの方はそこ目指して動いてる、もう新年は。確かに。ですよね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、というわけで、1月2日からラジオ聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ね、そろそろお別れの時間でございます。この後は AKB48 横山由依、あっぱれ横山、任せてくださいです。こちらもお聞き逃しなく。今夜のお相手は横の浜口と、アンガールズ山根と、アンガールズ田中と、ラルクアンシエル哲也と、 NMB48 の山本沙耶香でした。また来週、さよなら。さよなら。AKB48 横山由依、あっぱれ横山、任せてください。ここからの時間は私横山由依が任されました。今日も自由にまっすぐにお送りしたいと思います。ということで皆さん、明けましておめでとうございます。いやー、1月2日ですよね。2017年ということで、私2017年はもう自分一人のテーマを旅っていうことにします。旅、まあね、お仕事もそうですし、人生もそうだと思いますし、プライベートで普通に旅行にも行きたいという意味で、旅というのをね、自分のテーマにして、2017年はやっていきたいと思いますので、そういうお話をできたらなと思います。というわけで10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。いやー、もう1月2日ですよね。皆さんはこのラジオお家で聞いてくれてるんですかね？それとも正月旅行のホテルで聞いてたりするんですかね？あ、旅館かな？まあどうでしょうか。私もお正月にやっぱね、芸能人の方ってよく旅行に行かれてるじゃないですか。そういうのがちょっと憧れてまして、でやっぱね、旅行行きたいなっていう場所がねあるのでね、ちょっとそのプランを聞いてもらいたいんですけど、本当に私これ絶対に行きたい、人生で一回絶対行きたいのは、ボリビアのウユニ塩湖を見に行きたいんですよね。調べたら、まずウユニ塩湖に行くには日本からアメリカに行って、アメリカからラパスっていうとこに行くんですって、飛行機で。でそれが21時間から27時間かかるっていう、結構な誤差あるけど、それは時期とかのものなのかはちょっと分かんないんですけど、でラパスからウユニは飛行機が飛んでて、それも1時間かかって、ウユニからウユニ塩湖までは車で1時間なんですって。だから多分トータルも30時間ぐらいかかるんですけど、そこ行きたくて。ウユニ塩湖はなんで行きたいかっていうと、もうめちゃくちゃ綺麗なんですよね。写真見たことある方いらっしゃる、わかると思うんですけど、湖なんです。塩の湖、そのまんま塩湖なんですけど、それがね、空が映って、その湖にめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で私が行きたいのは、その水が張っててその空が映ってる時期なんですけど、その時期がちょうど11月から3月らしくて、だから多分お正月旅行にぴったりやと思うんですよね。だからいつ叶うかわかんないですけど、1月の時に、何歳の時に叶うかわからへんけど、その時期に行きたいなみたいな感じがあって、そこね、ウユニ塩湖に行ったら、星空を見たくて、星空がこう湖に映るんですよ。それもそう、めっちゃ綺麗で、写真で見てるだけでもうなんかうわーって、もう心が洗われるというか、もう生で見たら多分私泣いちゃうと思います。本当に行きたいなーって思ってて、で近くに塩でできたホテルがあるんですって。なんかその
塩湖の塩を切り崩して切ってこう積み重ねた塩のホテルっていうのがあるらしくて、それもすっごい気になるからめっちゃ行きたいって思ってます。でウユニ塩湖行きたいな行きたいなって言ってたら、ファンの方がねウユニ塩湖の写真集をくださったんですよ。だから今はそれを見て、あと Google Earth でこうウユニ塩湖見て行ったつもりになってるので叶ったらいいなと思ってますね。あとはこれもすっごい景色っていうか見た目が綺麗で行きたいのがモロッコのシャウエンっていう町なんですけど、壁とか扉とか鉢植えとかもう全部青いんですよ。青みがかかった町で、もうだからね写真でしか見たことないからあれなんですけど、すっごいなんか透明感がある感じがして涼しそう、わかんないんですけど、実際どうなのか。でもなんかそのもう景色が綺麗な場所とか綺麗なところに行ってみたいなっていうのがすごいありますね。あとはね、アンリンがこの間台湾にお仕事で行ってて、でその時にすっごい美味しかった食べ物があるって教えてくれたんですけど、クレープの生地にアイスとなんかパクチーが入ってて、でそこになんかちょっとなんか味付け蜂蜜とかがかかってるデザートみたいなのがあるらしいんですけど、それがすっごい食べたいから台湾に行きたいです。私パクチー大好きで増量しちゃうぐらい好きなんですよ。フォーとか食べに行ったら、だからそのデザートがすごい気になって行きたいなみたいな。うん、いや本当に旅行行きたいなって思い始めたら止まらないですね、気持ちがめっちゃ調べちゃいますもん。あとは修学旅行で行ったことあるんですけど、北海道ですね。うん、北海道は、でも北海道に関してはお正月じゃなくてラベンダー畑、富良野のラベンダー畑に行きたくて、それもね修学旅行高校生の時2年の時の6月ぐらいに確か行ったんですけど、その時もラベンダー畑行ってるんですけど覚えてないんですよ。その自分の記憶の中で覚えれてなくて、なんか写真見てあこんな綺麗なとこに行ってたんやみたいな。だからちょっとなんかそれがすごいもったいないし、私紫色がもう本当に大好きで赤ちゃんの時から色の中で一番好きなんですよ紫色。だからその紫色のラベンダーを見に行くっていう夢がありますね。うん、あとはもうこれあれなんですけど、それもメンバーと金沢に行った時に21世紀美術館に行ったんですけど、行ったものの有名なプールのところ、水中のようなところあるじゃないですか、そこに行かず帰ってきたので なんでって思われちゃう。そう、ちゃんと調べてないで行くとそうなっちゃうんですよね。でも山下清さんの展覧会みたいのを見れたからよかったんですけどね。でもなんかその水のプールの中のやつをちょっとすごい見たいから、そこももう一回行きたいなみたいなのありますね。はい、なんか旅行行けるといいな本当に。うん、旅行のこと調べてる時間めっちゃ多いです最近。なんかおすすめの場所とか一人で手軽に行けそうなところとか、私その一人旅っていうのをなかなかやったことが今までないから、ちょっと初心者の女子でも行けそうなところとかあったらなんか教えてくれたら嬉しいなと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは任せて @mbs1179.com です。 AKB48 の横山由依でした。今年もよろしく。